嬉しかったしびっくりしましたよね。復活っていうのも嬉しいですけど、それに出れるっていうのがねいいのかなって感じでしたけど、本当になんかみんなの憧れのテレビ番組だったんで、しかもたけしさんだったんで、やっぱいやこれが復活ってのはちょっとなんか信じられなかったですね。全部がスケールアップしてるからもうすごいなと思いました。ていうかね、実際に現場行った時の全体像とかすごいですから、この規模でこういうことできるんだってもう今でもすごいなと思ってますよ。いややっぱ生で見れましたからね、キノコでポンとかリュウジ池とか他のも全部生で見ましたからね我々。まあすごいですよ、もうこんなのはないですよ他には。もうどこ探してもないと思います、この番組みたいなものは。最高です、うん、新しいんだけどちゃんとたけし城の世界観のゲームというか、でもちゃんと新しくパワーアップブラッシュアップされてて、なんかうまくこう融合してるというか、意地が悪いですよねスタッフの人のこの考えるゲームがね。でも面白いっていうね、これとんでもない歴史のなんかこの遊びを今回見てる感じがします。絶対これは皆さん見逃しちゃいけないと思う。お楽しみにしていただきたいと思います。34年前人気を博したゲームの数々が令和になって大復活。まずは龍神池。ああ龍神池、ああ懐かしいねこれはね。いやもうこれたけし城といえばっていうね代表するゲームだけどね、みんなやりたいよねこれね。みんなやりたいよね。続いてもたけし城の代名詞ジブラルタル海峡。さあそしてジブラルタル海峡、いやー蘇ってるね。これももうたけし城を代表するゲームですけどね、これがなんて言ったって言いづらいんですよ、ジブラルタル海峡。いやいやわかる、これなんか練習したもんね、ジブラルタル海峡ジブラルタル海峡。さらに大人気キノコでポンも復活。ああキノコでポンですよ。たけし城にはポンがつくゲームがいっぱいありますけどね、この代表的なやつですよ。そうですね、ポンのシリーズの中でも。そうですね、これはですね本当にスタッフのやらしさが詰まったゲームですね。わかります。他にも懐かしのゲームが超スケールアップして続々登場。さらにたけし城の英知を集結してとんでもなくパワーアップさせた令和版ゲームを作り上げました。そう、今回復活するにあたってとんでもなく恐ろしいゲームが新登場。まずはブロック、これはスケールがでかいね。1個でかい、楽しいよねこれもね。だから攻略できる人いるのかなって思うけど、確かにいるんだよね、出てくんだよねいろんなゲーム出ますから。新しいゲームに関してはもう大きさもすごいんだけど、なんかこうだからゲームの中に入ってるような、見ててもすごい楽しいよね。進化してると新しいのはまた当時見てた人もね、こんなのがあるんだね。でもやっぱたけし城のゲームなんだよね。無理ゲーだよねこれね。いやすごいよね、ひどいよ。いや、本当にこれでもね、面白いぐらいにこうね、人が落ちていったりとか。そうですね、危険なシーン多いよね今回ね。ただみんな笑いながら帰ったって。確かにこれ何倍もね今回このスケールアップとにかくしてますから、皆さんすごいです。ぜひ令和版たけし城お楽しみにしてください。そうですね、たけし城プライムビデオで復活。伝説の番組が令和に帰ってくる。超ド級体当たりバラエティー「風雲たけし城」、プライムビデオで見よう。